皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 JAL が2021年度のフライオンステータス会員へのアナウンスでですね、 JAL のねステータスを保有されている方向けにですね、2021年にボーナスフライオンポイントを付与しますっていうことをですね発表しましたので、こちらの解説とですね、 JAL マイルと eJAL ポイントの生産での有効期限再延長がですね発表されたということで、こちらをですね同時に解説ねやっていきたいというふうに思います。まずね、このフライオンポイントの発表に関してはですね、JAL のねステータスを保有している方で毎年ですねダイヤモンド防衛みたいなね感じで毎年ね飛行機乗られる方であればですね、かなりね嬉しい発表ではないのかなというふうに思っておりますんで、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずですね、今回のボーナスフライオンポイントの付与される対象の方に関してなんですけども、2021年度括弧有効期限が2022年3月末までのフライオンステータスをお持ちの JAL マイレージバンク会員の方というふうになっております。またですね、新型コロナウイルスの特別対応によってですね、フライオンステータスが2021年度括弧、有効期限2022年3月末まで延長対応ねされた方もですね、今回対象というふうになっております。こちらはですね、延長された方も対象というふうになりますんで、まあ、かなりねすごい対応だなというふうに思っております。それでは次にですね、積算内容に関してなんですけども、2021年度にフライオンステータスに応じて2021年度分のですねフライオンポイントを積算いたしますっていうふうになっておりまして、ちょっとねこちらに出しておきますけども、達成ステータスということで上からいきますね、GMB ダイヤモンドの場合は4万フライオンポイント、JGC プレミアの方は2万8000フライオンポイント、 JMB サファイアの方は1万5000フライオンポイント、 JMB クリスタルの方は8000フライオンポイントがねもらえるっていった形になっております。でですね、ボーナスフライオンポイントに関しては2021年の1月7日時点でですね、2021年度の確定したフライオンステータスに基にですね、2021年の2月中旬頃にね積算されるっていう形になっております。ちょっとね、あの年とね年度がちょっとごっちゃになってるんで、まあ、かなりね分かりづらいかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、こんな感じでですね積算されるっていった形になっております。いや本当にねこの対応はねかなりすごいですよね。まあ、今までね新型コロナウイルスのね特別対応で、まあ、ステータス保有している方もステータス保有されてない方もね対象だったわけなんですけども、まあ、今回に関してはステータスを保有している方のみね限定っていった形になっておりますので、まあ、今後ですねステータスを保有してない方向けにですね、このようなねキャンペーンがねあるかもしれないんですけども、それに先駆けてね始めたのかななんていうふうに個人的には思っております。いや本当にですね、毎年ねダイヤモンド防衛みたいな感じでね利用されている方はですねかなり手助けになりますんで、まあ、このアナウンスによってねダイヤモンド防衛みたいなねそういうのも決めた方もね多いのではないのかなというふうに思いますので、 JAL のねこの対応ねかなりすごいなというふうに思いました。またですね、今回のこの特別アナウンスに関してはですね、私たち利用者側が特にねエントリーとかはね必要ないっていった形になりますんで、こちらに関してはね安心していただければなというふうに思います。それでは次にですね、 JAL マイルと eJAL ポイントのね生産での有効期限3延長がですね発表されているというふうになりますんで、簡単にですねこちらも解説していきたいなというふうに思います。こちらはですね、2021年の1月1日から2021年の3月末までに有効期限を迎えるマイルeJAL ポイントを一律有効期限2022年の1月末にですね eJAL ポイントにね生産するっていった形になっております。こちら対象者の方はですね、事前登録を済ました JAL マイレージバンクの会員の方というふうになっておりますんで、こちらの生産でのね有効期限延長に関してはですね、事前登録はね必須っていうふうになっておりますんで、こちらね
対象の方はですね、確実にね事前登録ねするようにしてください。で、事前登録のね公式サイトに関してはこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、確実にね事前登録しておくようにしていただけたらなというふうに思います。でですね、 JAL マイルと eJAL ポイントのね生産内容に関してなんですけども、有効期限をね迎えたマイルは1マイル 1.5 eJAL ポイントとして生産といった形になっておりまして、有効期限を迎えた eJAL ポイントに関しては同数のね eJAL ポイントとして生産といった形になりますんで、この点もですね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、積算時期に関してなんですけども、事前登録した月までに有効期限を迎えたマイルおよび eJAL ポイントがある場合はですね、事前登録をした日の翌月下旬にね生産っていった形になっております。またですね、事後登録をした後にですね、対象期間中に有効期限を迎えるマイルおよび eJAL ポイントに関してはですね、有効期限を迎えた翌日下旬にね積算されるっていう風になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、 JAL のステータス保有者方向けのアナウンスをですね、 JAL マイル eJAL ポイントのね生産での有効期限再延長に関してね解説させていただいたわけなんですけども、このステータス保有されている方向けのねアナウンスはかなり強烈ですよね。まあ、今回ね JAL がこういうねアナウンスをしたというふうになりますんで、まあおそらくですけども ANA もですねこのような対応がねされるっていうふうになりますんで、まあ、今後のね ANA の方もかなりね注目していく必要があるかなというふうに思っております。まあ、私はね ANA のダイヤモンドね保有しているっていった形になりますんで、やはりねこういった感じで本来ね獲得するステータスのね、まあ、ANA の場合はプレミアムポイントなわけなんですけども、まあ、ある程度ですねポイントが付与されたらですね、もうちょっとやってみようかなって思うのはね、まあ、誰でも思うっていった感じになりますし、まあ、私もね ANA のダイヤモンド修行してダイヤモンドになったんですけども、国際線でねダイヤモンドステータスってまだ利用したことねないわけなんですけども、やっとね先日ダイヤモンドステータスになってですね国内線ね登場させていただいたわけなんですけども、今までね ANA ラウンジしかね使えなかったものが、やっぱりね ANA スイートラウンジ利用させていただいて、やっぱりねスイートラウンジいいなってね思うわけなんですよね。 ANA のダイヤモンドステータスっていうのはですね、防衛していかないとね途中で途切れるっていった形になりますんで、まあこういった感じでですねある程度ねプレミアムポイントねもらえたりしたらですね、もうちょっとやろうかなみたいなね感じで考えるかなっていうふうに思いますので、今後ね ANA がねどのような感じでね描してくるかっていうのはですね、個人的にはねかなり気になっているところであります。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしたいけど、とても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。